この日、立川市清水市長を表敬訪問したのは、ビーチサッカーチーム、東京ヴェルディビーチサッカーのモレーラ・オズ選手。オズ選手は現日本代表キャプテンで、東京ヴェルディビーチサッカーでは選手兼監督を務めています。東京ヴェルディビーチサッカーは昨年から立川市の立飛ビーチをホームタウンとして活動。オズ選手ら現日本代表選手5名が所属し、2018年度には全日本ビーチサッカー大会優勝という成績を収めています。今年3月、オズ選手らが参加したビーチサッカー日本代表が AFC ビーチサッカー選手権タイ2019で優勝し、オズ選手がこの大会で MVP を獲得しました。また、2019FIFA ビーチサッカーワールドカップへの出場も決定。この日はその報告を行うため、清水市長を訪問しました。報告を受けた清水市長は、ワールドカップでも頑張ってほしい。できる限りお手伝いがしたいとしていました。まあ、去年からね、東京ヴェルディビーチサッカーチームに立川で練習することになって、で、まあ、周さんがいろいろ力貸してもらって、ね、チームとか、まあ、ビーチサッカー、日本のビーチサッカーもいろいろ世話になってるんで、まあ、ぜひね、ここで笑顔で、ね、トロフィー持ってきて、メダル持ってきて、まあ、周さんにこういう報告をしたかったんで、まあ、これからね、その立川も盛り上げていきたいと思いますので、まあ、ぜひね、一結果残しながら、まあ、地元の子どもたちもビーチサッカーの魅力とか皆さんに見せてあげたいと思います。今年の11月21日からパラグアイでワールドカップがありますので、まあ、それに向けて今日本代表のチームメイトと監督と一緒にまあ練習を頑張ってますので、でぜひね、日本の皆さんとか、まあ、特に立川、ね、の皆さんがいつもいろいろ手伝ってくれているので、まあ、ワールドカップに向けていい結果残して、まあ、日本の皆さんに恩返ししていきたいと思います。